こんにちは、三兄弟二郎です。今回は福井県坂井市丸岡町末政にある福井大地震震源地に行きます。チャンネル登録お願いいたします。周りは田んぼで、近くに高速道路、北陸自動車道があり、駐車スペースのない場所に福井大地震震源地の石踏みがあります。福井、石川両県に大きな被害を与えた福井地震が1948年6月28日16時13分に発生。死者3769人、全壊建物34000棟、焼失建物4100棟。兵庫県南部地震、阪神淡路大震災1995年が発生するまで第二次大戦後最も大きな被害の地震だったとされています。現在でも戦後3番目の被害、震度7、マグニチュード 7.1。 その後の地震研究と防災に大きな影響を与えたそうです。三兄弟二郎が福井県坂井市丸岡町末政にある福井大地震震源地を紹介しました。チャンネル登録お願いいたします。ではまた。